はい、マタールというセイラです。今日はですね、知ってる人も多いと思うんですけど、私2年弱カナダに住んでて、で今はポルトガルに住んで3ヶ月ぐらい経とうとしています。で、いろんな海外に住んでいる YouTuber の方とか、ワーホリをしている YouTuber の方で出している動画で、日本から持ってきた方がいいもの、ワーホリをする前に準備するべきものとかいっぱいあると思うんですけど、ちょっと今回は私は逆に日本から持ってこなくてもいいものっていうのを独断と偏見でご紹介していこうと思います。そのカナダの経験と、ポルトガルにいる経験とで、私が経験してこれはいらないなって思うものを、ベスト3を紹介します。よろしくお願いします。この日本から持ってこなくてもいいベスト3っていうのは、海外で日本よりももっといいものが売ってるっていう意味で今回は決めさせていただきました。では早速いってみましょう。はい、まず第3位、シャンプーとかリンスとかトリートメントとかコンディショナーとか、そういう系です。カナダでもヨーロッパでもだいたい日本と同じシャンプーって売ってて、例えばパンテーンとかダブとかラックスとか、そういう系はもう全部売ってます。私も今回パンテーン買っ、あ、こっちかな私も今回パンテーン買ってるんですけども、しかもなんかいろんな種類もあって、別にそんな高くもないし、というか海外のものだからもともと日本よりも安いかもしれないですね。うん、安いかも。日本から持ってくるには重いし、特別ね、その日本製の何千円もするシャンプーじゃないとダメなんだっていう人以外は、シャンプーとかは別にいらないと思います。はい、はい、次、日本から持ってこなくてもいいもの No.2 は、脇のデオドランドみたいなもの女性だと結構こう脇にこう塗ったりとかスプレーする8-4だったりとか、あと何があるんだろう、わかんないけど、そういうものあるじゃないですか。それね、マジでね、いらないですっていうか日本の本当に効かないの。日本のは効果が薄い。こっちの人は多分ね、人種のその違いっていうのがあると思うんですけど、白人とか黒人の人とか、アジア人よりね、やっぱりね、匂いがきついんですよ。だからそういう商品も日本のものよりもう断然効くんですよカナダに行った時はね、持ってったんですよ。ロゼッタストーンだっけ、ありますよね。でもカナダのやつの方が安いし効くんですよね。で、私はこのシリーズ使ってるんですけど、もうむしろね、外国に旅行に行った時にもう絶対買うってぐらい、その脇のデオドランドは日本では買わないで、外国に旅行に行った時はどっかに寄ってパッといっぱい買って買いだめして、なんか買えるぐらいな感じになってました、カナダから帰ってきた後。ちなみにこれはね、ロシアで買ったんでね、ロシア語なんですよね見えますか。で、まだ残ってるので、こっちでは買ってないです。でも、薬局とかスーパーとか行ったら同じシリーズありましたし、あといろんなブランドのがあるので、自分に合ったやつを探したらいいと思います。だいたい2、3ユーロぐらいで買えますねなんで脇のデオドランドはいらないです。っていうか日本のはすごい効果が薄いです、逆にで、第1位なんですけども、歯磨き粉。これはね、マジでいらない。歯ブラシはね、なんか日本のがいいっていう人結構いますよね。日本の歯ブラシってこうヘッドが小さいから、日本人の口に小さいから合ってるっていう人結構いるんですけど、私はね、逆にね、カナダに行ってカナダの歯ブラシ使ってたんですよ、大きいやつで。確かに最初ごつくて違和感あるんですけど、もう日本に帰ってきて日本の歯ブラシ使ったら、なんか小さいからもうすっごいいっぱいこうガーって動かさなきゃいけない回数が多くなっちゃって、なんか逆にでかいのが恋しいとか思ったんですけど、歯ブラシは置いといて、歯ブラシは好みですよね。歯磨き粉は本当に日本のより海外の方がいいと思います。っていうのは、なんか日本の歯磨き粉って薬事法で結構そんなに強いものを入れられないんですよね、薬事法で。フッ素を何グラム以下か分かんないですけどとかで入れられなくって、逆に海外の歯磨き粉の方がすごいこう効果があるのが多いんですよね
だからそのさっきの脇のデオドラントと同じように歯磨き粉は海外旅行とかに行った時にもうめちゃくちゃ買って3本ぐらい買って買いだめして帰ってくるぐらいなんですけど、おすすめというか私がいつも使ってるのはこれですね。コルゲートっていうんですか、まあ、なんか種類はいっぱいあって今回はマックスホワイトってやつを買ってみたんですけど、なんかねマックスカーボンとかね、なんかいろいろあります。はい、本当にね日本の歯磨き粉はもうなんだろうな、気持ちだけだと思うなんか日本に帰ってから歯磨き粉がカナダで買ってた歯磨き粉がねなくなって日本の歯磨き粉を使ってたんですけど、どんどん歯が黄色くなってきてすごい落ち込んでたんですよだけどこれを買ったのもそうなんですけど、ロシアに旅行に行った時に、まあ、これと歯磨き粉をめちゃくちゃ買ってで、まあ、帰ってきて、でそれで事なきを得たっていう感じなんですけどまあ今はね使ってます。なので歯磨き粉もう本当に日本から持ってくる必要ないと思います。まあそのついてね 2,3 日とかそんな買いに行く時間がないから、そのちっちゃいのとかも使いかけのを持ってくるぐらいでいいと思って、その1年分こう買いだめして持ってくる必要はないと思います。はいそんな感じかな。うん、まあこれは私が日本から持ってこなくてもいいなって思った3つなんですけど、まあ細々とねいろいろあるので、もし好評だったらもっといろんな海外の方がいいかなって思う商品を紹介しますので、よかったらチャンネル登録とかグッドボタンとか、あとこういうものも日本より海外の方がいいですよねっていうものがもしあったら、よかったらコメント欄とかで教えてくださいあ、私的にはねマルチビタミンも、ま、これすっごいすっごいこう局所的な話なんですけど、マルチビタミンも日本から持ってこなくてよかったですね。海外のマルチビタミンだってなんかカプセルに入っててさ、もう錠剤でもないの、なんかすごい効くしっていう感じでいろいろねあるんでね。で逆に日本の方がいいものもあるんで、これからその動画も撮りたいと思います。ということでセイラでした。じゃあねー、アテアプロシマー。